東印学園中等教育学校は、神奈川県横浜市青葉区黒金町に所在する私立中等教育学校。設置者は、学校法人、東印学園。2001年4月、東印学園中学校、高等学校内に分離、併設する形で設立。学校教育法の1998年の改定を利用し、小規模の教育で難関大の受験に特化するため、 男子4クラス約180人で設立された。当院学園中学、高校と同じ校舎内に存在し、中等6年時には、高等学校、女子部との合同の授業も行われ、また、校舎の設備、グラウンドなども共用している。法律上は別学校の扱いだが、一般的には、従来校と混同されることが多かった。ただし、制服は、従来校と異なる。 当院学園中学、高校と同様、修塾度別クラス編成を採用している。年4回、修塾度別クラスの改成席者を、下のクラスの上位成績者と入れ替える。これにより、クラスごとに、生徒の成績に合わせた、授業展開をしている。2019年度入学生より、男女共学、当院学園中学校を廃止して事実上併合。 現在の1学年4クラスから8クラスに増員した。東院学園小学部から120人が内部進学する。なお、東院学園高等学校は高校からの入学のみとなる。以下の3つの区分がある。同じクラブ名でも、東院学園高等学校と合同で練習が行われているクラブもあれば、全くと言って良いほど交流がないクラブもある。 90年代の東院学園中学校、高等学校は、校則が厳しい学校として知られていたが、現在は大幅に緩和され、生徒の自主性はかなり高くなっている。2018年の東京大学の合格者は救命であった。ありがとうございます。